こんにちは、アピアランス TV のニューです。ふくらはぎをアキレス腱が見えるぐらいにしたいじゃない。はい。その場合はこのコアトレシェイカーに軽くつま先立ち、かかとをちょっと浮かすぐらい、バランス取りづらい人は壁にこう手をついてていいんで、これで1分間キープします。1分数えます。はい、用意スタート。これはもうだいぶ今ふくらはぎがこうもう揺れてますから、ふくらはぎこの皮腹筋がめっちゃもうね疲弊してますから今。疲弊してます。腹筋の疲弊が始まるぐらいね。俺はで、あんまりほらふくらはぎのね筋肉だけをこんなにさブルブル揺らして運動できることってないじゃん、普段の生活。あんまないですね。そうなんで、ふくらはぎをめちゃめちゃこうねアキレス腱を出したいぐらいね、サンダルの似合う足にするには俺これが一番手っ取り早いと思う。ただ立ってるだけですからね、それ。立ってるだけだけど、これ本当に そんな細かいところまでね、聞くのってあんまないですからね。だめだ、もうふくらはぎが今、あれだよ。あれですよ。もうあれですか。もうあれですから今。ふくらはぎがあれになるそうです。やばい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 。 OK! 1分経ちました。しゃあ、このふくらはぎのほんとつま先で立つだけなんでめっちゃ楽なのにめっちゃこの疲れる感じすっごい味わってほしい。ぜひおすすめなんでやってみてください。